バイアコム CBS バイアコム CBS ドメスティックメディアネットワークスニコロデオンニコロデオンはアメリカ合衆国のケーブルテレビチャンネル。幼児児童向け番組を専門とするチャンネルでスポンジボブやザ・ペンギンズ・フロム、マダガスカルなどのアメリカで人気のアニメ番組を多くの国で放送している。バイアコム CBS 参加のバイアコム CBS ドメスティックメディアネットワークスが運営する。 日本では1998年11月15日に d i r e c t ビ v で放送開始。開局直後はニッケルオデオンの名前であったが、1999年1月に現在の名称に変更された。d i r e c t ビ v の日本撤退に伴い、2000年10月にプラットフォームを SkyPerfectTV に移行チャンネル名はニコロデオン共用バラエティタイム。 2001年にニコロデオンマネージメントプライベートリミテッド日本支社設立。同年11月にはチャンネル名をニコロデオンアニメ子供 TV に変更。2005年1月、現在の日本での運営会社であるバイオコムインターナショナルジャパン株式会社設立。2006年1月には電気通信駅無利用放送に移行。2006年10月には チャンネルのリニューアルが行われた。2008年1月、ビッチが MTV ネットワークスジャパン株式会社に社名変更。しかし、日本アニメの根、ね、強い人気に加え、同業会社であるディズニーチャンネルやカートゥーンネットワークなどとの競争で苦戦を強いられた結果、2009年9月30日にチャンネル放送を一旦終了。また、本局では、 現在も MTV ジャパンや他の CS 局、12や NHKE テレ、テレビ、東京などに配給を行っている。日本での再開局を望むニコロデオンファンからの強い要望などもあり、2017年10月18日に NTT ドコモ系の動画配信サービスである DTV チャンネルにてチャンネルの放送を再開することが発表された。 さらに2018年1月29日には日本テレビ系の動画配信サービスのフールでも放送されることが発表。同年1月30日に放送を開始した。2018年4月20日、Facebook 公式アカウントが開設。2018年7月3日、Amazon プライムビデオチャンネルにて放送開始。2019年3月15日、ックドット j p にて 放送開始。2021年1月31日に放送を終了した。2021年4月28日、楽天 TV にて定額見放題サービスの熱気の提供が開始。ニコロデオンテレビアニメテレビドラマ特別番組、ニコロデオンテレビアニメテレビドラマ子供向け教育番組ゲーム、番組2009年撤退後に放送、配信された。 番組テレビアニメ、スポンジ、ボブなどスカバー。撤退前から放送されていた番組は除く。テレビドラマ特撮番組ネッキとはカナダで行われている定額制動画配信サービスのことでアマゾンプライムビデオとアップル TV にて提供を開始している。日本では2021年4月28日から楽天 TV から提供されている。 いずれも日本語吹き替え作品ニコロデオンスタジオ1977年にキューブというケーブルテレビ号で始まった児童向けチャンネルピンホイールが解消し1979年にニコロデオンとして開局局名は20世紀初頭の小規模な映画館の名にちなむワーナーケーブルで放送開始1986年にはワーナーケーブルは各、くケーブルチャンネルを 独立会社都市、ニコロデオンも MTV などと共にバイアコムに売却。1990年、ニコロデオンは自社スタジオ兼テーマパークニコロデオンスタジオをフロリダ州オーランドにあるユニバーサルスタジオフロリダ内に開き、ここでシットコムやゲーム番組の収録を行ってきたが2005年に閉鎖した。2019年11月13日にネットフリックスは 米ニコロゲオンと数年締結し、オリジナル作品を制作すると発表した。ありがとうございます。